はようございます。ちょっと今あまり笑えないんですけど今日はディズニーに行くんですよ。前に YouTube で話したと思うんですけど、ちょっと朝余裕を持って起きたので、起きたのが6時40分ぐらいなんですけど、今がまあ7時前で、出るのが9時過ぎとかなので、ちょっと余裕あるので今スチーマーをしてます。スチーマーなんか結構夜のイメージが強かったんですけど、朝っていうか、まあメイク前とかにやってもすごいメイクのり良くなったりとか、顔のむくみも取れるみたいなのを聞いたので、やっぱねディズニーだからちょっと盛りたいじゃないですか今日は。だからチーマーをしてます。ちょっと寝起きすぎて声が全然出ないんですけど、あ、ちなみに使ってるのはこれです。大人気のメディヒールのやつ。シートがめちゃめちゃ薄くてすごいいいですよね。であと液がめっちゃ入ってるから、毎回液を取って残りを体に塗ったりとかしてます。デコルテとか。はぁ、今ちょっと休憩タイムですね。寝起きでぼーっとしてるのもあるんですけど、ちょっと休憩タイムです。はい、ということで終わりました。スチーマーが、ちょっとまだ寝起きなので顔がむくんでる気がするんですが大丈夫です。声が出ない。これが一段と低いですね。で、そう、今日はとりあえずむくみを取りたいので、まあ寝起きっていうのもあるんですけど、完全に取り切れるかわかんないんですが、まあ気持ちでもね取りたいっていうのがあって、これを使います。これがね、あの私がいつも行ってるって言ってるハリッチ美容針のお店のクリームなんですけど、なんとねこれがねすごくて、針が入ってるんですよ。細かい針が入ってて、塗るとねチクチクするんですよね。目に見えるほどの針とかではないんですけど、細かい針が入っててこう塗っていくとねちょっとチクッとしたりするんですよ。すごくないですか、こんなクリームの中にどうやって針入ってるのって感じだと思うんですけど。で、なんかこれはほうれい線だったりとかを改善してくれるっていう役割もあるんですけど、リフトアップの成分も入ってるんですけど、結構リフトアップも私は感じるので、今日はちょっとこれを使います。塗り込んでいったら叩く、染み込ませる的な。あとこのフェイスラインにもちょっとガーッと塗って、リフトアップ効果を、こんな感じだった気がする。最後ちょっと塗った部分を伸ばす感じで5秒ぐらいキープするらしいです。全体的にもう引き上げちゃおう。全体的に引き上げちゃう。はい、こんな感じ。よし、 OK です。スキンケアはこれで OK なので、メイクしていきましょう。はい、じゃあメイクやっていきたいと思います。今日は本当に天気がいいらしくて、最高が24とか3とかで、夏じゃんっていう。夏なんですよ今日。なんかね、昨日からね様子がおかしいんですよね。昨日もすっごい暑くて、もう夏来たと思ったんですけど、ディズニーいつぶりかな私。でも冬にこの前行ったんですよ。だからもうその時ぶりなんですけど、その時はランドだったので、今回はねシーに行きます。その冬行った時に美女と野獣のやつあるじゃないですか。あとベイマックス、なんか新エリアみたいな、抽選に外れまして、どちらも乗れてはいないんですけど、今回は C に行きます。やっぱ C の方が落ち着いてますよね、雰囲気が。みんなどっち派ですか？ちっちゃい時はランドが好きだったと思うんですけど、大人になってくるとやっぱ C がいいなって思いますよね。 C って本当なんか難しい。迷子になっちゃう、いつも真ん中ら辺で。あ、そうだ、またねちょっとここにあざがあると思うんですけど、これも美容針でなってしまったので、この前行ったばっかりでねなっちゃったので、これはあんまり気にしないでください。実は今日あんまりメイクを考えてないんですよね。どうしようと思ってるんですけど、でもそんなに変わったメイクっていうよりかは盛りたいじゃないですか。やっぱ写真も多分撮るだろうしね、盛りたいと思うんですよみんな。だからまあいつもやってるようなメイク、安定したメイクがいいかなと思うんですけど、私あんまり安定したメイクがないので、結構日によって変わってくるのであれなんですけど、見慣れた感じのメイクにはなると思います。じゃあアイシャドウやっていこう。何にしようかな、本当に考えてなくて、どうしようか。とりあえず今回もブラウン系かな、馴染みのいい感じでアイシャドウはやっていこう。あ、てかそうだ、この前私マディソンミアの再現工場出したと思うんですけど、すごいみんなから体引き締まってきたねっていうコメントをたくさんいただいて嬉しい限りでございます。前にも話してたんですけど、ジムに通い始めてですね、もう1ヶ月ぐらいかな行ってて、結構成果は出てきてるんじゃないかなって感じてるんですけど、普段は食事制限もねやってるんですけど、今日は特に制限がないので食べ物を食べれるんですけど、逆に何を
食べようって思ってて、今ディズニーって何があったっけ。みんな僕は何味が好きなんだろう。キャラメルとか。私は塩が好きなんですよね、もうシンプルに。でもディズニーって結構期間によって味変わったりしますよね。でもいつも匂いがすごいいい匂いだなって思うのはミルクチョコレートみたいなあるじゃないですか。いい匂いだなって思うんですけどね、買うまではいかなくてちょっと量を食べれるのかなっていう不安がいつもあるんで買わないんですけど、塩にいっちゃいますね。私ダイエットすると必ずやる行動があるんですけど、本当に必ず、特に食事制限とか食べたいものをちょっと我慢してる時ってなんかわかんないけど YouTube で大食いを見ちゃうんですよね。同じ方いるかな。しかもなんか意図的に見てるわけじゃなくて気づいたら見てるんですよ。わかんないけど二パターンに分かれると思うんですよね。美味しいものを見てると食べたくなるっていう人と、その食べたいものを大食いしてる方を見て満足するパターンがあると思うんですけど、私多分そっちのパターンなんですよ。たくさん食べてる方を見て食べたいと思いますけど、あすごい満足したっていう気分になるんですよね、きっと。だからいつも見ちゃうんでしょうけど、なんでなんだろう。あれ本当に気づいたら見てるんですよ本当に大食いの方ってすごいですよね。1回であんなに食べるのみたいな。昔から結構大食い見るのが好きでテレビで見てたりしてたんですけど、今はもう YouTube で見れちゃうっていう。でも私生まれ変わったら大食い選手になりたいなって思うんですよね。絶対大変なことももちろんあると思うんですけど、私食べるのがすごい好きなので、ただ単純にその美味しいものをいっぱい食べたいっていう。そうなんですよ。でも大食いの方たちって普段からあんなに食べるのかな。本当に不思議ですよね。みんななんか大食いしてみたいものとかありますか。私何を食いしてみたいかな。あでもなんかやっぱケーキとか甘いものとかすごい憧れるかも。甘いものって絶対量食べれないじゃないですか普段。だから逆にしてみたい欲は結構高いかもな。でも最近よく見るのはご飯系、本当にお米の大食い、私見るのすごい好きなんですよね。なんかあの口いっぱいに頬張ってる感じがいいなってなる元気もらえますよね。なんかみんなこういう動画ツイッチで見ちゃうんだよねみたいなのがあったら知りたいかな。あでもそれで言うと私最近藤原しおりさんをめちゃくちゃ見てます。元ブルゾンちえみさんなんですけど、改名されて藤原しおりさんになって、なんかパーっておすすめに出てきたんですよね。そっからなんかハマっちゃったんですよね。なんか本当に声がいいんですよ。声がすごい素敵な声で、ついつい聞いてたくなるような声なのと、あとなんか考え方だったりとか生き方がめちゃくちゃ素敵だなって思うんですよね。すごい共感できる部分もあったりとかして、最近すごい見てますね。多分全部見たんじゃないかな動画生配信とかもされてるんですけど、生配信もなんかパン作ってたりとか、それもずっと見ちゃいました。すごい引き込まれる感じの声質とお話が本当に上手で、芸人さんなのでとっても面白いし、最近めちゃくちゃ見てますね。なんか落ち着くんですよね見てると。最近はそういうトーク系が多いかもしれないの。みんなは誰かいますか、最近ハマってる YouTube誰なんだろうみんな。でもそれ結構気になるかもしれない。私を見てくれてる方は他にどんな YouTuber さんを見てるんだろうってすごい気になる。よかったらコメントで教えてくださいでもやっぱ私の視聴者さんは圧倒的に女性が多いですね。 97.6% ぐらいは女性なんですよ。上げてるジャンルがそもそも美容系なので男性が見ても多分つまらないと思うんですけど何の話したか忘れちゃった何の話したっけ、何も話しなかったっけな私。本当にまつげ私伸びましたよね。本当にまつげ伸びたよな。私の昔を知ってくれてる方からすると分かると思うんですけど、本当に私まつげなかったんですよ昔。ないっていうか何なんだろう、短い、本当に短くて、まつ育、まつげ美容液を塗り始めてめちゃくちゃ伸びました。いつも私まつパしてて、中目黒にあるラテさんっていうところに通ってるんですけど、そのスタッフの方にもまつげ強くなりましたよねって言ってもらえて、美容液塗るの頑張っててとか言って話してたんですけど、よく何使ってますかって聞かれるんですけど、ずっとエマーキットを使ってたんですよ。有名なのでご存知の方も多いと思うんですが、どのぐらいだろう、半年ぐらい使ってるのかな。ほとんど毎日使ってまつげすごい伸びたんですけど、エマーキットちょっと色素沈着と、なんて言うんだろう、目の粘膜にポツンってなんか出来物みたいなのができちゃうんですよね。あれ何なんだろう、痒くなっちゃったりとかポツっていうのができて、それがなんかこう目に当たってちょっと痛かったりとかするんですけど、最初の辺はそんなに分かんなかったのでずっと使ってたんですけど、使っていくとそういうのができやすくなっちゃって、うーんっていう
感じで、だから使うのをちょっと控えめにしたりとかしてたかな。2日に1回3日に1回とか、それでもやっぱ塗った次の日とかにはできちゃうことが多かったんですけど、前にそれをインスタライブで話したらラッシュアディクトがすごいいいよっていうのでみんなが教えてくれて、お値段がちょっとねやっぱ張っちゃうんですよね。エマーキットもまあまあするんですよ、6000円ぐらい、ちょっとお高めなんですけど、でも結構効果は確かに感じました。ただ色素沈着だったりとかがちょっと気になるかなっていうのがあるので、で私今そのラッシュアディクトみんなにおすすめしてもらったので使ってるんですけど、今のところ何も目に異変はなくて、まつげもちょっと伸びてきたかな、2週間ぐらい使ってるのかな、どのぐらいで効果感じたかな、多分またこれから徐々に効果が見られると思うんですけど、だから今私はラッシュアディクトでまつ移行してます。はい、ということでじゃあメイクはこんな感じで完成したので髪の毛をやっていきたいと思います。じゃあ髪の毛やっていくんですけど、今日はまあストレートにしようかなって思ってます。なのでそこまで変化はないかもしれないんですが、アイロンでやっていきます。今日前髪ねどうしようかなって悩んでるんですよね。カチューシャを多分すると思うので、カチューシャで前髪上げちゃうかどうしようかなっていう、まあ、それは向こう行ってから決めようかなと思うので、とりあえず前髪長いのでカーブをかけていきます。よし、じゃあ前髪はこんな感じでできたので後ろストレートにしていきます。ブロッキングしてやっていきます。あ、ていうかそうだ、着替えました着替えました。また後でコーデもね紹介するんですけど、とりあえず着替えてきました。で、あと髪の毛を染めましたそう、髪の毛染めたんですよ。昨日、ちょうど昨日か、染めに行ったんですけど、もともとこんな感じのカラーだったんですよ。こんな感じのカラーが色落ちして結構明るめなベージュになったんですけど、ちょっと根元がやっぱりハイトーンだとプリンが目立っちゃってたので、1ヶ月ぶりぐらいに行ってきました。美容院カラーしてもらいました。あとトリートメントもしてもらって、めっちゃサラサラです今。前頭ブリーチしてるんですけど、すごい髪の毛がサラサラになるんですよね。いつも私ログに行ってるんですけど、髪質改善トリートメントもしてもらってて、多分今回も色落ちすると思うので、また前みたいなちょっと明るめな感じのカラーに落ちるのではないかなと思うんですけど、このカラーもすごいね透明感のあるカラーでめっちゃ可愛いんですよね。いつもゆうやさんっていう方にやってもらってるんですけどね、色落ちのこととか髪の毛の痛みとかをすごい考えてくださって、毎回毎回ハズレなしの可愛いカラーにしてもらいます。やっぱりなんか最初可愛くても色落ちで可愛くなくなっちゃったりしたらもったいないし、色落ちまで可愛いのがやっぱいいなって私は思うので、本当に毎回感謝してます。私前にあのハイライトをしたんですよね。そう、だからそれがね結構残ってて、ところどころちょっとカラーが違うようなデザインカラーっぽい感じなのかなになってるんですよね。よし、こんな感じで OK かな。めっちゃストレート。はい、じゃあ髪の毛できたので最後コーディネート紹介していきます。はい、ということで本日はこんな感じでございます。じゃじゃん。じゃあまずトップスから紹介しますね。これがね前に私言ってたと思うんですけど、アベマの新作で、新作着ていこうと思ってこれを今回は選びました。ドッキングのトップスなんですけど、私これブラックを着てるんですが、ホワイトとブラックの2色展開でドッキングっていうことなので、ちょっとねブラックわかるかな、こっちの部分が T シャツの生地で、下はこれシャツの生地なんですよ。あ、わかるかな、袖もこんな感じで T シャツのとことシャツのとこで分かれてて、ちょっとここにフリルがついてるのでちょっと可愛らしい感じかなの印象になるかと思うんですけど、でもここのね胸元のこの AB、 アベンマーの AB なんですけど、 AB の刺繍がちょっとスポーティー感があるので可愛くなりすぎずに着れます。このトップスねめっちゃ可愛いんですよ。丈はねこのぐらい、さすがに私1枚だとちょっと短いので、下にこれレザーのショートパンツを履いてます。これもアベンマーのやつですね。レザーのショートパンツを履いてちょに的な感じで着てます。今日は本当にあったかそうなので、これ1枚でも大丈夫かなって思ってこれ1枚で行くんですけど、大丈夫かなで、バッグですね。プラダのバッグです。20万人の時の記念に買ったバッグですね。これめっちゃ使ってる。やっぱディズニーなのでショルダーバッグがいいかなって思って、両手が空いてた方がいいのでショルダーバッグを今日は選びました。で、足元もプラダのローファーですね。誕生日の時に買いました。ローファーで今日は行こうと思って、結構ねこの靴硬いんですけど、まだちょっと歩きやすいので自分の足に慣らすためにもちょっとたくさん歩こうと思って、靴擦れがちょっとどうかなっていうところはあるんですけど、絆創膏とかをちゃんと持っていって頑張りたいと思います。で、この靴下はユニクロですね。ルーズソックスみたいな感じで履いてます。ということで今日はこんな感じで行ってきたいと思います。
はい、じゃあこんな感じで準備完了しました。今日メイクがあんまりね納得いってないんですよ実はなんかちょっとねなんか違うんですけど、まあしょうがないです、メイクしたので。まあこんな感じで行ってきます。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。